白黒の写真は50数年前に撮られたルース・チャペルの建築過程の記録です。イオ・ミンペイとチン・キカン建築士が共同で作りました。左側の丸眼鏡をかけた背の高い方がイオ・ミンペイです。ルース・チャペル竣工後、教会内で撮った一枚です。ルース・チャペルの特色は、イオ・ミンペイの名言と同じく、光を取り込んだ設計。 東海大学建築学科の旧講習主任はこの光は彼と自然と神との神聖な関係を感じることができるデザイン建築共に最高だと語りましたガラス窓は光を反射して教会内に届け2つの曲面のコンクリート壁が支え合って教会を作っています 素材選びから実際の施工までイオミンペイは全てに携わり4つの選択肢の中から最終的にコンクリートに決定しました学生は皆ルース・チャペルは東海大学の代表だ中に入るとその栄誉を共有できると思っているルース・チャペルは学校内の一つの建築物にとどまらず歴史的位置づけにおいては一つの戸籍ですイオミンペイが唯一手がけた教会であり観光客のチェックインスポットとなっています